皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、このプレミアムシルバーのセルシオのマフラー交換に向かっているところなんですが、マフラーの方はノーマルマフラーにマフラーカッターという内容で静かに乗ってるんですけども、まあこんな感じですよね。ネクサスジャパンっていうメーカーのマフラーカッターを装着しております。マフラー交換というと、まあ、結構、まあ、音量がね上がってしまうという、そんなですね、イメージお持ちかなと思うんですけども、以前にセルシオオーナーの青木さんのオリーブマイカのセルシオにですねついていた静かで見栄えも良くという富士壺だったかな確か、そちらのリアピースに変更してみようかなと思います。で、青木さんからですね、今そのマフラー使ってないので、プレゼントをしていただきまして、そちらのですね、これから装着してもらおうと思います。まあ、今回はですねマフラー交換といっても静粛性を維持するといったマフラー交換になります。
キャンドゥジャパンさんでマフラーを取り付けしていただいてですね、走行をしております。車外マフラーにありがちなボーという音はまあ入ってこないで、まあめちゃくちゃ静かなマフラーですね。ノーマルと変わんない。2倍も良くなったかなと。